はい、こんにちは。まあです。この動画は、ミューズスコアで楽譜を書いて、その書いたものを MIDI ファイルで出力して、エクスポートして、それで、Cubase っていう DTM の打ち込みソフトにインポートしてくるっていうところまでをちょっと収録しています。はい。まず、ミューズスコアを開きます。はい。そしたら、まあ、この動画だとちょっと定番というか、著作権の、もう、課題をクリアするために、自分で8小節だけ作ったカルテットの曲があるんで、それを、元ネタに、この動画の、素材として扱います。で、まあ、これ4パート、バイオリン2パート、ビオラ、チェロと分けてあるんですけど、このデータ全部、綺麗に、Cubase の方に取り込めるので、まあ、実際、その音声の比較も若干するために一回再生してみます。はい、っていう感じですかね。はい。この音色も含めたデータをエクスポートしますということで、どうするかというと、まずファイルのエクスポートを押します。まあ、デスクトップに出しましょう。で、まあ、標準 MIDI ファイルを選びます。最初 PDF ファイルになってたりするんで、ここは標準 MIDI ファイルにしてください。で、保存。はい、これでとりあえず出力は終わりです。はい、実際、はい、デスクトップにもこれ出てますね。.mid で MIDI ファイルなんで、はい。これを次 Cubase に読み込みます。Cubase を起動します。Cubase の 9.5、AI9.5 ってバージョンみたいですね。はい。空白のプロジェクトを開きますと。はい。で、ファイル、読み込み、で、MIDI ファイルを押すと。で新規プロジェクト作成しますが出るんですが、まあいいですよね。はい。たらデスクトップの、になるが、まあなんか出てきても、その保存してある場所のファイルを指定してください。で、今回この強風の MIDI ファイルを押すと。で、開く。はい。そうすると読み込まれました。ということですね。で実際、その、ちゃんとデータが、読み込めてるか鳴らしてみましょう。はい、なってますね。はい。ということで、インポートまでやりました。で、もしお役に立てばと思います。ありがとうございました。